伊達重宗は室町時代中期から戦国時代にかけての武将。神は四人以上、兵武将優。伊達市十二代当主。十一代当主、伊達持衆の次男。母は天徳院。次男であったが、兄、吉宗は所長子であり、後を継げなかったため代わって、着難とされ、父、持衆の後を受けて、文明元年家徳を継いで当主となる。 同時に、欧州短大にも就任している。応仁元年から文明4年までの間、西州は国武士と三度戦って、ようやく和睦した。この争いに際して、国武士を支援した、出羽国の佐賀江氏を攻める。文明11年冬、氷張馬守を対象として、佐賀江城に侵攻する者の,の寒さのため撤退し、翌文明12年春再び攻め寄せる。伊達軍は、 サガエスを奥深くに誘い込まれ、氷張馬守が討ち取られ壊滅した。その後、張馬守の死息は、最上ミ・ミ氏の仲介により、戦場の見えるジオン寺山中に、松蔵寺を開いて供養した。文明十五年、青州は上落して、足利将軍家に、立ち十三ぶり、馬九十五頭、砂金三百八十両、千五万七千匹を献上している。これは、 伊達氏の実力を、欧州随一として中央に認めさせることにもなった。この際、関税大部五世、これへに馬を送り、幸福寺でた技能を見た。状況2年、大崎市で内乱が起こると、性質が大崎市出身という経緯から、大崎市の当主、大崎義金を助け、これを当主として復帰させることに努めている。聖州の没年は詳しく分かっていないが、伊達しの師書では、 長況元年が有力視されている。この没年が正しいとすれば、前述した大崎氏の内乱に介入したのは、聖州ではなく、その子の直州ということになる。また、伊達氏の代々の子孫は、聖州の追悼の祭礼を行っている。後者で読まれることも多いが、聖の字は父、持州からの慣例として、将軍の足利義成から賜ったものであるため、実際には読みを、 同じくした前者が正確であると考えられる。駿河伊達家文書の経図による。宮城県史復刻版。第1巻389ページ。松蔵寺勘演書。佐賀市市大江市並びに関係資料 P308 から310。第2本資料発編15冊616ページ。10月10日上。佐根高講義。伊達家文書。 第2本資料発編15冊616ページ。10月10日上、10編を人気、売調子5資料編に個代、中世、近世資料、人物総書立て正宗ありがとうございます。